キンプリ、サンマゴテン、出演で強和になったメンバー間格差にファン騒然。キンプリの魅力とメンバー個々の才能。日本の人気アイドルグループ、キングプリンス、キンプリ、は、その華やかなビジュアルと才能あるメンバーたちで国内外で支持を集めています。グループ内でのメンバーの均等な露出が重要視されていますが、最近の、踊る、サンマゴテン。 簡単ふ、の放送では平野ノシの個性が際立ちたメンバーに対するファンの懸念が紛失しました。金プリのメンバー5人、サンマゴテに登場。6月11日に放送された、踊る、サンマゴテ簡単ふ、には平野ノシを含む金プリのメンバー5人が出演しました。この日のテーマは、金プリメンバーと女性を笑い芸人がいになって座り、 様々な議題でトークを繰り広げるというものでした。平野紫仕様のトークが中心に他メンバーの露出に不満の声。番組では平野紫仕様がおバカキャラとして評される中でそのトークが大いに盛り上がりました。しかし他メンバーはあまり目立たず平野以外のメンバーに対するファンからの批判が相次ぎました。視聴者は特にメンバー間の露出に 格差がある、との指摘を繰り返しました。平野のエピソードトークに焦点、他メンバーはフォロー役に。平野のエピソードトークが中心になり、他メンバーは主に平野をフォローする形となりました。岸優太が平野の天然ぶりを支持するエピソードを紹介する一方で、他のメンバーは地味な印象が続きました。 これにより、ファンの中には、メンバー間格差を感じる声が広がりました。ファンの反応と SNS 上での意見。番組終了後、ツイッター上では、平野がメインの扱い、という意見が多く見られました。一部のファンは、金プリも格差ひどいんだね、といったコメントを残し、さらには、テレビの映る回数が圧倒的に違う。 キンプリは一クールでやるの無理といった不満の声も上がりました。メンバー5人の出演、グループ全体への影響と今後の展望。キンプリ全体が番組に登場したものの、平野以外のメンバーは地味な印象で終始しました。これが事務所の戦略やキンプリの今後の展望にどのように影響するかは注目されます。 一部のファンは事務所ごりをしやめてほしいといった疑問を提し、今後の展開に期待と不安が入り混じった形です。メンバー間の均等な露出が求められる中、キンプリはバラエティ番組での扱いに課題あり、キンプリはその才能やビジュアルで多くのファンを魅了していますが、バラエティ番組などでのメンバーの均等な露出に関しては課題が残っているようです。 ファンからの不満の声が紛失した今回の踊る三魔五点簡単ふの出演はグループ全体の今後の戦略に対する示唆ともなりそうです。今後はメンバーそれぞれの個性を活かしつつ、グループ全体としてのバランスを保つことが求められるでしょう。